皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回も SD ガンダムバトルアライアンスの続きをやっていくよ。前回はオルフェンズの世界でのブレイク現象を修正しましたよね。結局バルバトスと戦わなかったけど、あれで修正できたんだろうか。それで今回は何をやっていくんだろう。さくらちゃんの話では今回もブレイクミッションみたいですけどね。当たり前だけど、ブレイクミッションはあれ一つだけじゃないんだね。次々に別の歴史からデータが入ってくるんじゃ終わらないんじゃない。確かに次々おかしくなってるよね。ランバラル隊のグフと出会えれば話は早かったんだけど、以前ガンダムバルバトスと入れ替わったラル隊のモビルスーツが必要なのね。つまりグフをどこかで探さないといけないってことですか。なんて果てない作業なんだ。果てないと言っても、さくらちゃんがある程度いる場所を絞ってくれてるみたいですし、すぐに見つかりますよ。そうだといいんだけど。やっぱりそれだね。まずはこの作戦について知っておかないと。犬姉さん、ブレイクミッションを選択して。そんなわけで今回はガンダムウィングの世界でブレイク修正をしていくみたいだよ。今度は前のミッションで戦ったエピオンがいた世界ですか。本当にこのブレイク現象ってパズルみたいな現象なんだね。それで今回のガンダムウィングの世界ではどんな状況なんでしょうね。僕もガンダムウィングに詳しいわけじゃないし、ここはさくらちゃんに説明してもらおう。そんなわけで説明役の出番ですよ。アフターコロニー195ね。地球圏統一連合がスペースコロニー軍と対立している時代、地球連邦政府とは違うけど、構図は宇宙世紀と似てるのね。まずはブレイク現象を調べるのが先決。舞台はアフターコロニー時代の地球、戦火のニューポートシティに向かうよ。今回ももう戦いが起きてるところに飛ばされるのか。ハンドキングダム代表のリリーナ・ピースクラフトさんが不可欠。場合によっては彼女を保護しないと。どんなブレイク現象が起きてるかわかりませんけど、きっとリリーナ様は出てこないんでしょうね。さすがにこれだけ説明してるし出てくると思うけど。ここが首都ニューポートシティ。こんなところが戦場に。よし、それじゃやっていこうか。というか人がだいぶ攻められてるみたいだけど、これ大丈夫なのか。一応防衛自体はできてるみたいですよ。ただ相手のリオンの数が多いですから、時間をかけると突破されちゃいそうですね。そうなると手早くリオンを撃破していった方が良さそうだね。そういえば今回から仲間も一緒に出撃できるようになったんですね。仲間はモビルスーツを手に入れると増えていくみたいだよ。マイスターさんが使える機体が増えれば仲間も増えていくというわけですか。ちなみに仲間の機体にはそれぞれパッシブ能力があって、組み合わせで様々な能力を上げれるみたいだね。好きな機体で仲間を固めるか、能力で固めるか、好みが分かれますね。もちろん僕は好きな機体で固めるぜ。さすがは見た目重視でゲームをやってきた男。強いけどダサい装備は許せないからね。というかよく見たらこの戦場リオ全然いなくない。確かにずっとザクとばっかり戦ってますね。いつの間に入れ替わったんだ。まあでもここでザクが出てくるってことは、ランバラルはこの世界にいることで間違いなさそうだね。って今ブレイク現象発生したの？随分前から発生してたと思うんだけど。さっきまでのは誤差ですよ。リオがザクに置き換わってるのが誤差なのか。おっさん3秒で出てくれたんですか。いや、数が多いですし、それに HP のバーもありませんから、多分乗ってるのは一般兵ですね。おかしい、少し前までグフは新型機体のワグだったのに、1対1からこんなに量産されてたんだ。戦争は科学を進歩させるんですよ。進歩しすぎだよ。あっても HP 自体はそんなにないみたいだし、強さ的にはザクとそんなに変わらないな。それじゃサクッと全滅させようか。どういうこと。サンクキングダムの代表リリーナさんもいないんじゃないの。王国解体宣言が出ないんじゃ、この戦闘を終わらせる方法がない。おいおい、どうなってるんだよ。どうやらそもそもこのミッションにはいろいろ足りてないみたいですね。つまり足りてないからブレイク修正もできないと。これは一体どうすればいいんだ。とりあえず人に攻め込んでる部隊と武器を一旦排除した方が良さそうですね。結局全滅するのね。それがマイスターさんの仕事なので。これでとりあえず敵は全滅させれたし、人は守れたかな。あとはランバラルが見つかればいいんだけど。おっとうとう、ランバラルが来てくれるのかな。なんだかんだこれでブレイク修正はできそうですね。さてここからが大変だぞ。果たしてザクでグフに勝てるのか。モビルスーツの性能の違いが戦力の決定的差ではないってラルさんも言ってたので。あれが新たに選ばれた
ガンダムラトレイヤーハーメス・マーキュリー出る。いや誰だよお前。ちょっと僕はランバラルの武器と戦う気でいたのに知らない奴が突然現れたんですけど、しかもガンダムタイプってこれ族で勝てるのかよ。性能差が勝敗を分けないので。いやだいぶ勝敗を分けそうな戦いをしてるんだけど。大丈夫です、相手は性能の高い機体になってるかもしれませんけど、こっちには仲間がいます。というわけで数の暴力で押し切っちゃいましょう。やはり戦いは数なのか。いてててちょっと仲間さんもう少し抵抗稼いでもらっていいですか。遠くにいたのにターゲットが飛んできましたね。どうやらこのゲームのターゲットシステムはダメージを多く与えた機体に向くみたいだね。オンラインマルチなら前線を張ってもらって自分は後ろでチュンチュンできるんだけど、ソロだとその戦い方は厳しいかもしれないな。後ろから撃ってても結局生徒を集めてターゲットになっちゃいますもんね。ちょっと強すぎるって。 HP もだいぶ削られたし一旦回復をしないと。ちょうどよくハヤトさんに生徒が向いてますし今がチャンスですよ。マジでナイスタイミング。盾とあんまりダメージが入ってないけどどうしたものか。やっぱり射撃だけで無理があるかな。バズーカはいい感じのダメージが出るんですけどね。だからといってバズーカがリロードされるまで待ってバズーカを撃つって戦い方をするわけにもいかないし、仕方がない。ここからは格闘メインで戦っていこう。どっちが先に削り切るか勝負だ。その勝負開始早々負けてませんかね。まだ始まったばっかりだよ。それに僕にはまだ奥の手が残されてるからね。このスペシャルアタックで決める。もしくは君では閲覧できない。うん、いいダメージだ。さすがはスペシャルアタックですね。よし倒せた。いやー族でも倒せるものだね。まだ序盤ですからね。やはり機体のアップデートが必要か。そしてまた会おうリトルレディ。結局お前は誰なんだ。さくらさんもわからないって言ってましたし、今までのガンダム作品のキャラじゃなさそうですね。僕も見たことがないし、もしかしたらこのゲームオリジナルのキャラなのかもね。それなら今後も私たちの前に現れそうですね。それを考えても暇はなさそうだよ。あいつの無理な介入でこのミッションのデータが壊れ始めてる。はぁ、ほんとどこまでも迷惑な。さくら、ブレイクアウト急いで。さてと、なんとかミッション自体はクリアしたけど、これブレイク修正できたのかな。結局リリーナ様もいませんでしたし、ラルさんも出てきませんでしたからね。あんなにぐちゃぐちゃだともうガンダムウィングの世界とは言えないよね。それに、最後のガンダムは何だったの。ハーメス・マーキュリーって名乗ったけど、あなた知ってる。そうそう、わかってるなら教えてほしいんだけど。持ってないんだよね。あのガンダムラトレイヤー、どの歴史にも存在してないんだよね。やっぱりオリジナルのガンダムとパイロットみたいですね。となると情報はなしか。あっちは私たちのことを知ってたみたいですけどね。でも敵対してきたってことは、あのガンダムはブレイク現象を起こしてる側ってことなんですかね。どうやらブレイク現象は人為的に起こされたバグみたいだね。トゥルーミッション発生。ハロ君、いいタイミング。量産型グフのデータの追跡に成功したみたいだね。あ、さっきのミッションはあれでよかったのか。何も解決してないように見えましたけど、意外とブレイク修正はできてたんですね。再登録って具体的にはどうするの。もう一度あの時のミッション、ソロンの街近郊でランバラル隊と戦うんだよ。なるほど、このブルーミッションでランバラルを倒せば完全にブレイク修正完了ってことなんだね。流れとしてはブレイク現象の原因を探して見つけたら、正しい歴史の中で倒せばブレイク修正完了って感じですかね。正しい歴史をなぞるって僕たちに本当にできるんだろうか。その上でデータを登録し直せば、晴れて歴史データの修復が終了するってわけ。正しい歴史を上がし保存していきましょう。頑張れ小隊長、頑張れ。やるわよ小隊長、私たちの歴史の修正だものね。ユノちゃんの迎えることよりもブレイク修正することの方が楽しくなってない。連邦軍よりやりがいがあるので。それじゃ正しい歴史をやっていきますか。とその前に正しい歴史がどんな話か確認しておかないとね。どんな歴史か知らないとなぞるになぞれませんからね。それじゃみんなで確認していこう。そうそう、 RX78 最初のガンダムと一緒にね。ホワイトベース隊を脱走したアムロ総長さんはソロンの街でランバラル隊と接触するんだけど、アムロさんしれっと脱走したことバラされてますよ。ユノちゃんの中でアムロさんの評価が下がりますね。ラル隊に尾行されちゃうんだよ。それでホワイトベースは襲撃を受けちゃって。ちょっと待って、脱走？敵戦逃亡って大丈夫だね。
冷静に考えると襲撃されたの 100% アムロさんのせいですよね。この時のアムロさんはちょっとやんちゃだったから仕方ないよ。やんちゃじゃ済まされなくないですかね。グフとの戦いに勝つ、それを成り立たせるのがスルーミッション。小隊長、頼りにしてるわよ。いや、これ話を聞く限り頑張るのは僕じゃなくてアムロさんだよね。まあ、グフを撃破寸前まで持っていくのはマイスターさんの仕事なので。ホワイトベースを見つけたのか。フラウボーがつけられたんだ。アムロさん今ナチュラルにフラウボーのせいにしましたね。つけられたのもアムロさんが家でしたせいだってことを少しは理解してほしいよ。さて、まずはホワイトベースに行かないとね。今回のルートも最初の時と変わってないみたいですし、ここはサクッと行けそうですね。よし、アムロさん早くホワイトベースまで行くぞ。というわけでホワイトベースの周りの敵を殲滅しました。今回はガンダムもいましたから楽でしたね。実質仲間が3人いるみたいなものだったからね。今回はグフがちゃんと出てくれるかな。木馬を落とす。受かるなよお前たち。ザクとは違うのだよ。ザクとはよし、バルバトスにはならなかった。ということはこのランバラルを倒せばブレイク修正完了ってことですね。そういうことだね。グフの相手はさっきのミッションで散々やったし、ランバラルが乗ってても余裕だぜ。まずは挨拶代わりのスペシャルアタック。さっきのガンダムラトレイヤと比べるとあんまりダメージが通ってる気がしませんね。まあさっきのよりレベルが1上がってるし、そこで防御力が上がったりしてるのかもね。でもダメージ自体は割と入ってるし、倒せないってことはなさそうだね。あとは通常攻撃でどれだけ削れるかだけど、今のままだと先のマイスターさんの方が削り切られそうですね。安全に戦っているとその取り詰めてくるのかよ。みたいです。そう、あれだけ離れてれば攻撃を避けるのも余裕だと思ったのにな。まさかのスピードで一気に距離を詰めてきましたね。これで遠距離から攻撃しててもあんまり意味はなさそうだね。仕方がない。こうなったら味方にヘイトが向いてるうちに格闘でできるだけ削っていこう。マイスターさんに向いたらどうするんですか。それは距離を取りながら仲間に攻撃してもらうしかないね。なんて時間がかかりそうな戦い方なんだ。ふう、ようやくバランサーゲージを削り切ったか。これでやっと打ち上げ攻撃でダメージを稼げるようになるね。なんかすごいやり返されてるんですけど。あ、危ねえ、ギリギリ耐えた。一旦回復をしないと。あんなに無理な状況でなんでそこまでやられるんですかね。ちょっと甘えた攻撃をしちゃってたよ。でももう甘えない。まずはもう一度バランサーゲージを削っていこう。結構少ないし、格闘を当てれば削れると思うんだけど。ザクとは違うんだ。気にせずれないわ。嘘だろ、僕の火力ひっくりないか。僕そんな期待でここまで戦ってきましたね。それは僕が一番思ってるよ。早いところ新機体を用意してくれないかな。あ、これはいい感じの場所にグフを押し込めてますね。ここならグフの動きも制限されるし、一方的に攻撃で強制的に抜けるとか聞いてないんだけど。それは本当に強敵ですね。ほ、ラクマシンガンだと全然食らってる感じがしないな。こうなるともう覚悟を決めて格闘で戦った方がいいのかもしれないね。今の僕の機体性能だと殴り合いをしたら普通に負ける可能性の方が高そうではありますけどね。回復を渡すしかないし、あんまり無理な戦いはしたくないんだけど、どうしようか。まあ安全に戦ってもいい感じはしますけどね。それならできるだけ攻撃は食らわないように戦っていこうか。よ、ようやくここまで削れた。さすがに硬すぎるよ。もうマイスターさんは未だに強化をしてないですからね。もったいない量が出ちゃったから仕方ない。勝った。これでブレイク修正完了ですね。いやー、これでようやく元の世界に帰れるね。果たしてそんなにうまくいきますかね。まあさっきのメガネの人もいるし、多分ブレイク現象はこれからも続くんだろうな。これからも頑張って修正していきましょうね。次のミッションからはしっかり機体の強化とかをしておこう。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。これで僕は、総長、僕はあの人に勝ちたい。